こんにちは、うさぎとびチャンネルでございます。さあ、プレステ5で GTA の動画第4回になりますけれども、今回はリクエスト動画みたいな感じになりますかね。前回の動画でカヨペリコのシーンをカットしてたんですけども、まだランクがあまり高くない方とか、カヨペリコがうまくできないっていう人がね、今の GTA5 の僕のランクでカヨペリコの準備なんかをやってる動画が見たいという意見と、 あとこれから施設を揃えていく人たちがね何から買ったらいいのっていう質問っていうのも結構あったんで、まあ、僕の場合はこうやってますよっていうのを理由も含めてまとめてお答えしていきますでとりあえずですねこのシリーズの第1回目から3回目までの動画とその後ということで今の状態をざっと説明してしまいますねまずナイトクラブの運営からスタートをしました で、ススタタッッフののアップグレーードのみでで、トしてます。でその後、ドラッグウォーズをクリア、ペーパーラボの構築ですね。で、その後、コサとか購入、カヨペリコをクリアしました。で、その後、何度かカヨペリコをやりつつ、オプツー購入、スパロを購入。 その後クラブハウスの購入でクラブハウスミッションでは白粉製作所結晶ラボ偽造貨幣工場の3つを購入しましたでこの3つを購入したっていうことでナイトクラブにて担当者を追加3拠点の在庫集めを開始いたしましたでその後カリン車走行を購入そして ULP ペーパートレール作戦のハードモードを全部クリアしましたとまあ大体こんな感じですかねでこの間ですねお金を増やすことというのに関しては基本 基本的にははカイイオペリコとペとととーーパララボののの売却とナイトクラブ金金庫の現金回収以外はほとんどやってま,せん、ね、まあ他のミッションやったって言ったらまあさっき言ったペーパー取れる作戦ぐらいですかねまああとちょこちょこっとって感じですねでそうなるとですねこの次に何を買うかっていうのが問題なんですけども僕としてはオートショップがおすすめなんじゃないかなと思いますまあこの後やりながら理由っていうのもご説明していきます ここまでの物件や乗り物はお金がたまるとバンバン購入してきたんで所持金が30万ドルぐらいしか今ないんでまずはオートショップを買うお金を稼ぎに行きましょうでオートショップはですねストロベリーでナイトクラブを運営してるので PC 版と同じくすぐ近くのストロベリーのオートショップを買う予定なので価格としては170万ドルぐらいですねなのでお金を稼がなきゃいけないんでまずはいきなりカヨペリコから行きましょう で今回偵察は終わってるんで準備ミッションからですねポイントになる部分だけ抜粋して解説していきますで今回はですね久々に水路にコサとかを突っ込んでやってみましょうでこの方法はタイムアタックをする時以外はやらないんでっていうのもここに突っ込むまでがね時間かかるんでメリットはあんまりないんですよねまあ一応こういうやり方もありますよってことでせっかくなんでお見せいたします 一応ですね、やってみたいなっていう人に補足説明をしますと、ここに突っ込むには若干の慣れが必要で、普通にやるとね、途中で濃さとかが座礁しちゃって動かなくなることの方が多いです。なのでですね、視点を逆側、濃さとかの前方からこういう感じで見てる状態にしてあげると、スクリューの位置がですね、通常より下に下がるんですね。なので濃さとかが座礁しにくくなります。 で、ある程度ここの水路を進んだら通常の向きにしても大丈夫になるので、ここにこうやって突っ込んでいきます。では、ロングフィンパワーボートを取りに行きましょう。 で、トレーラーヘッドを取りに行く際にですね、通常のトレーラーヘッドは比較的簡単に取ってこれるんですけども、ファントムウェッジを取りに行く場合は、周囲にいる敵が結構強くて厄介なので、オプツがある人なんかはね、高いところへ行って、ない人は離れたところから距離を取って、スナイパーを使って敵を減らすと結構楽になるし、楽しいと思いますね。 普通に突っ込んでて戦闘をしてもね、いけることはいけるんですけども、僕はスナイパーで敵を撃つのが好きなので、よくこれをやりますね。まあ、PC 版の場合はそもそもね、ファントムウェッジ持っててジョブアップも使っちゃうんで、 ここのシーン自体に遭遇することがないんですけどもで警察署に着いたらスナック準備をして下がっていきますがトレーラーヘッドに乗ってる場合は後ろからダメージは入りにくいので敵の攻撃が当たらないうちはじっくりと方向を定めてゆっくりでいいんで下がっていきます。ででななんんか PC 版の時ももそうなんですけども なんかこのシーンでですね、以前よりもトレーラーヘッドと、そのパワーボートのトレーラーがね、繋がりにくくなった気がするんですよね。たまにボートが積んであるトレーラーがね、斜めになっちゃってたりもして、なんか前より全然繋がらないっていう感じですね。で、うまく接続できたら、スナック回復をしながら、一旦外に出ます。で、警察からちょっと離れたら、車を降りて、車を巻き込まないように自爆しちゃいますね。そしたら手配度が消えるので、のんびり目的地までドライブをするだけになります。 あとですね、通常このボートが積んであるトレーラーが破壊されると失敗になるはずなんですけども、接続を失敗した後にボートが積んであるトレーラーを破壊すると、ミッション失敗にならないで、トレーラーが警察の外でリスポーンして湧いて出てくることがありまして、で、そのまま楽に接続してクリアできるときってのもあって、ちょっと今謎なことが多くて検証中なんですね。 そして目的地周辺に着いたらここから斜めに突っ込めば楽に入ることができますね。そしたらオプ通を呼び出して戻るんですけども、ちなみに整備士に電話をかけたりアクションメニューから車両を呼び出したりするよりも MC スキルから呼び出した方がほんのちょっとだけ早く出てくるんで、頻繁にオプ通を戻したり呼んだりっていうのが続くような場面では MC 登録をしといた方が CEO 登録よりもスムーズになりますね。 まあ、あとは小トカに戻るだけなんですけども、小トカを止めた場所は砂浜と同じで、オプツが小トカから下に落っこっても水没しないので気楽に止めることもできますし、砂浜よりも小トカが斜めになりにくいんですね。まあ、あと戻ってくる時にちょっと砂浜よりも近いっていうぐらいのメリットですね。さあ、次はプラズマカッターに行きますけども、さほど難しいところはないと思いますんで、ここはちょっと省略しちゃいましょう。 さあ次のクローンメーカーですけども僕はスピード重視でやってるので自爆スタイルでいきます粘着爆弾を使ってもいいんですけどロケットランチャーかホーミングランチャーの方が早いんで今回はホミランでいきます、まあ、中に入った瞬間に一発ぶちかますだけですねこれで全滅させることができますし外でリスポーンして火災も自動的に消えますあとは保管所に行きますがここでは時間の無駄なので外のカメラは破壊しません で、小里かに戻るんですけども、ここに止めてある場合はですね、仮にこうして下に落っこっちゃった場合なんですけども、今回は一緒にね、オプ2も落っこってきたんで、このままオプ2に乗ればいいだけなんですけども、たまにね、オプ2だけが上に残っちゃう場合っていうのがあるんですね。で、そういう時は、ここに小里かを止めていると、歩いた状態で下から行って、小里かの場所にもよるんですけども、こんな感じで泳いで入れたり、場合によっては歩いたまんま、 中に入るっていう項目が画面上に出てきますんで、そのままコサトカの中に入ることができたりします。なので、オプ通もスパローもない状態で、ここにコサトカを止めてやる場合は、ディンギーも使わずに、このエリアに止まってるヘリを使ったり、ノラ車両だけで調達作業をやることも可能になります。さあ、次はカッター当地を取りに行きましょう。この建築現場の場合は、ここまでオプ通で行きますね。で、ここでヘルメットをかぶったら、あとは、 カッタートーチを探すすだけですね。ちなみに背の高い建築現場の場合はまずここに降りてヘルメットをかぶってからもう一回オプスに乗って下のフロアに行った方が早いですねでただここまで行く場合はうまく着陸しないと敵に見つかる場合があるので注意してくださいさあ次は武器の調達ですね今回運悪くメリーウェザーを引いてしまいましたけども メリーウェザーはビルパターンの倍以上の時間がかかると思いますんで僕はやらないですね。なのでオプ2で目的地近くからヘリを破壊しちゃってリトライすることにしてます。コサトカミサイルがついてればね、それでも破壊することはできますね。 で、僕がやってるこの順番で来た場合は、準備ミッションは残すところはこれだけになるので、この段階まで来たらメリーウェザー近くにコサとかを移動させちゃってもいいですね。メリーウェザーの近くにコサとかが停泊してれば、こうして外れのメリーウェザーを引いた時にすぐにヘリを破壊しに行くことが可能になります。この辺りがね、PC 版だとメリーウェザーの屋根の上まで僕はジョブアップして短縮しちゃってるんで、プレステ版の方が全然時間がかかるということになりますね。 しかも今回はですね、2回連続でメリーウェザー引いちゃったんで、えらい時間かかりましたけども。まあそれでもね、ヘリぶっ壊してビルパターンやった方が全然早いですね。さあ3回目にしてビルパターンを引いて武器の調達も終わって準備は完了しました。ということでフィナーレに行きましょう。今回は空港に現金が2山、あとはオフィスの絵画というセカンダリーターゲットなんですけども、 視聴者さんから空港の監視カメラを壊すと見つかるんじゃないのっていうコメントをいただいてたんですけども、まあ、PC 版ではすでに発覚判定ではないよっていうことを検証済みなんですけども、ちょうどいいんでプレステ版でも検証してみましょう。さあ、倉庫に着きましたけども、1階には何もないし、2階に現金が一山。で、もう一つの倉庫にも現金が一山というね、最悪の状態なんですけども、1個目の倉庫が終わりました。さあ、2個目の倉庫に向かいましょう。 ここの壁からよじ登ります。で、まずはここの警備をヘッドショット。そしたらここのカメラを破壊しますね。で、ここの倉庫を開けるときとターゲットを取るときはもう一つのカメラの向きと監視員の位置っていうのは一応気をつけておきます。ということで屋敷に来ました。今はですね、ゲートの鍵をうまく取っていきたいっていう関係上、屋根上のルートはあまり好ましくないので、こっちから行きます。まずここでジャガーの音を退治しましょう。 で、以前はですね、このまま走って進んでたんですけども、この先の監視カメラの動きがちょっと前と変わってたんで、ストレートに走っていくとね、カメラに見つかっちゃうので少しここで待ちます。で、正面の警備兵が見えたあたりで見つからないタイミングでそっちに進んでいきます。そしたらここで鍵を持ってるやつを待ちますね。鍵を落としませんでしたね。 なので、ここに向かって次はここの敵を倒します。ああまた落としませんでしたね。じゃあ次行きましょう。さあ次の敵なんですけども、こいつを倒すと発覚するって言ってる人もいるようなんですけども、この敵は倒す向き、場所が重要で、この位置から打つと倒しても平気です。毎回僕はこうやってますね。 で、敵の倒れる位置で、後々死体が見つかるかが変わってきて、そこで発覚判定ということになりますので、この敵を倒すこと自体は問題はありません。さあ、この敵もまた鍵を持ってませんでしたね。で、次の敵は周りから見えない位置で倒した方が安全ですね。ここですね。また鍵を持ってなかったですね。 まあ残すところ、二人組の敵のいるところで鍵を入手することになるんですけども、ここまでの四人を倒して鍵を取れないっていうのは、まあまあ珍しいケースですね。で、ここから二人組のいるところまで行くのはめんどくさいんで、このままオフィスに向かいます。さあ、絵画も取ってバックが満タンになりました。そしてメインターゲットも取ったので、屋敷から逃げましょう。当然ながら僕はバイクを奪って逃げます。 僕のやり方だと発覚判定の検証のためにわざとここで時間をかけてやった時以外はバイクを奪うことで発覚したということは一回もないんですね。あとはこけないように崖まで行って飛び込むだけですけども何回かねこけしちゃったこともあるんですけどもバイクで途中でこけて走って海まで行った時も発覚しなかったですね。さあクリアしました。この通りカメラの破壊、バイクでの逃走をしてもエリートを取ることができましたね。 ということで、所持金が130万ドルぐらいになりました。まだちょっと足りないですね。ペーパーラボに行ってみましょう。お、在庫満タン。じゃあ、売却しに行きましょう。お、一箇所売却ですね。オ普通買ってから初めてですね、これは。それじゃあ、プレステ5で初の楽々一箇所売却ってやつにチャレンジしましょう。さあ、目的地が空港なので、ゴールはこっちですね。まずは最終目的地に向かっちゃいましょう。 最終目的地の売却相手のトラックがいますね。そこにバイクを止めてここからオプツーで空港に向かいます。このやり方を初めて見るっていう人は最初の目的地ごとの最終目的地の判別の動画っていうのも出してるのでご覧ください。一箇所売却の時は結構楽になると思いますよ。 そして空港周辺に着いたら、あとは上空から待ち構えてる警察にミサイルを一発ぶち込んで、手配度が消えるまで空をうろうろしたりして、時間を潰すだけですね。さあ、手配度が消えたのでバイクのとこに戻ってきました。あとはバイクを突っ込むだけですね。これだとオプ通も目の前にある状態になるので、ここから離れろって言われるんですけども、それもスムーズに行きますね。さあ、所持金が210万ドルぐらいになりました。 オートショップは一応買えるには買えるんですけど、オプションを付けるとどうなんだっていう微妙な金額ですね。ちょっと見てみましょう。現在定価なので、ストロベリーのオートショップが170万5000ドルですね。さあ、オプションはどうでしょうか。まあ、カラーはどうでもいいか。エンブレムは付けなきゃダメでしょう。いくらだ。5万ドル。まあまあまあ、そんなもんか。まだ予算は足りてますね。 スタッフなんだこれ。配送用スタッフか。全然いらないな。で、エクストラ。個人スペースはできたらつけたいんだけども、いくらだ ?34 万ドル。高いな。まあ、最悪は後回しですね。えー、カーリフトはまあ、いらないとして、メンバーシップは必須ですね。おー、214万ドル。ギリギリいけるのかいけそうですね。じゃあ、購入しましょう。 もう4600ドルしか残ってない。破産寸前だあ。ちなみにですね、所持金と銀行残高がゼロになっても、様々な場所の経費が払えないっていうことになってで、テレビが見れなくなったり、シャワーが出なくなったりする程度です。で、それを払うことができる程度の現金が手に入れば、普通に戻るだけなので、ナイトクラブの金庫のお金を回収したりね、何かしらのお金稼ぎをすれば、 すぐ復活するんで、全然問題はありません。ってことで、オートショップの準備も終わったんで、所持金を増やすために、早速、連邦保管庫をやりました。まあ、これ一回やられちゃったんですけど、なんとか連邦保管庫からは脱出はできましたね。しかし、セスサンタの車じゃ話になんないですね。早くキャリコも買わないとダメだな。 さあ、連邦保管庫をクリアして27万ドル稼ぎましたけども、オートショップを急いで購入したのはですね、こうして稼げる連邦保管庫ができるっていうのも、一つの大きな理由ではあるんですけども、メインなのはね、カスタムショップなんですね。このランクだと、車のカスタムにはね、制限がかかって、エンジンを最高出力まで上げることもできなければ、アーマーも100%のものをつけることができないんですね。 しかし、オートショップを持ってると、これらのカスタムがすべてできるようになっている上に、価格もお得。なおかつ、車屋さんに行ってやるっていうめんどくさい作業もなくて済みます。で、これをですね、お金を貯めながら、そしてランクを上げながら、徐々にカスタムレベルを上げていくっていう段階を踏んだ形でやっていくと、お金も無駄になりますし、めんどくさい。そして、なおかつですね、それだけではなくて、 どの車をどこまでカスタムしたかがわかんなくなっちゃうんですねなのでこれをオートショップを最初に購入することで最初からカスタムレベルをねマックスにしてしまえば買った車は常にマックスっていうことになるのでかなり楽になりますそしてオートショップがあるとスナックの補充もかなりしやすくなるという利点もありますねなので連邦保管グループとかができなくなった今でもオートショップは最初の方に買うべき物件なんじゃないかなと僕は考えています まあ、このあたり、これから物件を揃えていく方の何かの参考になればと思います。でですね、動画の最初の方に優先してやったミッションとして、ペーパートレール作戦をクリアしてるっていうお話をしたと思うんですけども、これはですね、ミッションの中の救出というミッションを、ジョブの一覧から単発で選べるようにするためです。で、この流れだと初期段階でカリン車走行という車はね、購入することは予定にあったので、 その上で、それを使って一番楽に RP もお金も稼げるミッションって何だろうって考えた時に、このミッションになるんですね。カリン車走行のカスタムが MAX までいってれば、このミッションは相当楽です。敵とも一切戦わないので、ミッションにかかる弾薬に関するお金も一切かかりません。まあ、ざっとお見せいたしますけども、スタートしたらカリン車で指定の場所に行きます。 で、ガレージに入ったら、中にある車にそのまま乗って、すぐに車で外に出て、車を乗り換えてしまいます。で、目的地はいくつかあって、判別することもできるんですけど、まあ、そのあたりはちょっとここでは省略しますけども、大体いい目的地は砂漠方面なので、こっちにナビをセットして、とりあえずそっち方面に向かいます。で、近くに行けば銃声が聞こえる場所というのが目的地になるので、聞こえなかったら外れの場所なので、すぐ近くの別の場所に向かいます。 で、目的地に着いたら真ん中にそのまま車で突っ込んでって、捜査官を探して乗っけて帰るだけですね。で、動き回ってればほぼほぼダメージを食らうことはないんですけども、仮に体力が減ってきちゃったら、スナック回復してやってればやられること自体はないと思います。あとは捜査官を病院まで連れていくだけで RP もお金も他のミッションと比べて結構多めに稼げます。 なおかつこれはクールタイムなしで繰り返しやることができるので他のミッションやっててクールタイムが発生している時にねやることないなぁなんて思ったらこれをやるっていう感じにしておくとランクの低い方でもガンガン上げることができると思います。まあただそれまでにねペーパートレール作戦の全クリアっていうのが条件になるのでなかなか厄介ではあるんですけどもそれをやるだけの価値はあると思います。 ということで今回は最初にオートショップを買っていく流れとそれを買う理由というのをお話ししてきました。最後に僕の大好きなゲンチャリもフルカスタムしながら終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。